では次、写真を入れます。もしたくさんページ書かれている場合はページプラスボタンを押して新たなページを作ってください。で、何か物を入れようと思ったとき、すべてはここのプラスの下にあります。このプラスの下に。で、その中で写真を追加というものがあります。これを選んでみてください。そうすると、アルバムからとカメラからとありますので、どちらでもいいので選んでみてください。で写真を使用する。そうすると標準化、高解像度とか、まあ標準でもいいんですけど、選んで貼り付けてください。いいですか？貼り付いたら、これ先ほどもこれは選択モードになってます。この二重丸を引っ張ると大きくなります。さらには回転もできます。はい。で、この写真を編集したいときは、この長押しをして、あるいは投げ縄で選んで、写真の編集というのがあります。で、編集も2通り機能がありまして、縦横にトリミングするもの、あるいはもう一つ、右側の方は、これは投げ縄と同じように、このペンで描いたところだけを画像として残す。そして完了を押すと、自分の写真の中で見たいものだけをこのようにフォーカスしてくれます。クリッピングみたいな、自分の見たいものだけが見える。でも隠れてるだけなんですね。これ実はもう一回長押しして写真の編集するとまた元に戻ることができるんですね。はい。完全に切り取るんではなくて隠すっていう行為をしてます。よろしいですか？これ結構便利な機能で、写真を撮って見たいものだけをこう、コピーペーストして見たいものをこう並べておくとかできます。はい。この写真と同じような機能で、ウェブページもこのページの上に貼り付けることができます。で、やはりプラスの下に機能があります。プラスを押していただいて、ウェブページを追加。すると、サファリみたいなウェブブラウザーが出てきます。で、これは一緒です。最初は初期設定は Google になってますので、多分皆さんの会社のページとかを入れてみてください。私はメタ文字と入れて、普通のブラウザを使うように、表示させて、そして貼り付けるときは右上の完了です。写真と同じです。完了を押すと、表示部分、今この表示部分だけを貼り付けるのか、それともこの下まで隠れてる全部を表示させるのかというオプションがあります。このページ全体を選んでみてください。はい、そうすると全部出てきます。長いと本当すごく長いものが出てきます。で、先ほど写真と同じように画像編集ありますので、切り取りとかできます。はい、これかなり便利な機能で、現時点のものをスナップショットとしています。ですので、例えば今日の天気をクリッピングしとく。で、これまあ天気としますと、じゃあこれをコピーして、ペーストして、明日の天気を知りたいっていう、明日の今頃の天気を知りたいっていうときは、これを更新しないといけない。これは過去のデータなんで。
そうすると長押しの中にウェブ再読み込みっていうのがあるんですね。そうするとその時点で最新のウェブページに更新してくれます。はい、こういう形で例えば我々旅行会社さんの添乗員様たちとも仕事してるんですけど、そうするとその日のやっぱり日の出日の入り天気気温っていうのが非常に重要で、そういうものをこう貼り付けていくっていうことをされています。必ず見るページは一緒にしておいて、それを毎日更新して、そして切り取りして貼り付けておくっていうことをされています。結構それややこしいんですよねでもややこしいだろうか、やっぱり コピーしてペーストして、そして更新っていうところですね。で、残念ながらこの一回再読み込みすると、ここの場所だけを更新してくれるわけじゃないんで、全体を更新するので、でまたページによっては位置が変わってしまいますよね、更新されたら。だから難しいんですね。PDF を実はここに貼り付けることができるんですね。それもここの中で行うんですけど、プラスの中にインポートっていうのがあります。でインポートの中で皆さんの、これは環境によりけりなんですけど、皆さんが例えばドロップボックスとかワンドライブをお使いになっていれば、こういう形で出てきます。これ出てない場合はその他をタップすると使えるものが全て出てきます。そしてここのオンオフにしておけば、オンにするとこの中に現れます。で、例えば私は今ドロップボックスの中に PDF を置いてあるんですけど、で PDF、 はい、でマニュアルをこう選ぶと、その PDF を読んできた時にユニットとして貼り付けるのか、ページとして追加するのかっていうのが出てくるんですね。でユニットとして貼り付けると、先ほどとウェブページは写真と同じように貼られるんですね。ですけどこれページを切り替えることができるんですね。長押しして PDF っていうのがあって、長押しすると使えるものが分かりますので、そこでページ切り替えをすると、ページを切り替えることができます。はいはい、できてますね。でまた長押しをして PDF で複製をするとコピーすることができます。ユニットとして貼り付けたやつに、ええ、マーカーで引いたつもりがダメだったんです。連動しないです。一画面にまとまっちゃったんです、マーカーが。いや、この上に乗ってるだけなんですね。そう、残念なんです。そこがすごく残念なんです。こういうことをしたいですよね。そうなんです。それを各2ページ目3ページ目に引いた、でこれついてってほしいですよね。そうなんです。これ単に連動してないんですよ。これは多分難しいんでしょうね。これができたらすごいと思うんですけどね。そうなん、上に乗っかっちゃってるだけなんですね。で、そう、マーカーしたいときはユニットではなくてページとして追加していくっていうことをすればできます。はい、これ今複製したんですけど、実体は一つですので重くなりません。いくらこれコピペしても、これをコピーしてペーストしても、中身的には一つの PDF しか残ってませんので、はいはい、まあこれも回転とかできます。まあ我々よくやってるのは、この長いマニュアルをページじゃなくてこのコンパクトに持っていく、もしものために PDF でここに貼り付けておいて、もしもの時にそれをちょっと見るっていう形で貼り付けて利用してます。ページを全部めくるんじゃなくって、そこのページだけ、よく見えるページとかを貼り付けておくっていうことをやります。